ゴジラ怪獣とは、正体不明の生物、怪物のことを指す言葉、ネッシーのような未確認動物を指す場合もある。類似ジャンルに怪人がある。怪獣の語は中国で編纂された三怪業で初めて現れる。同書は中国古代の戦国時代から新代、関代にかけて段階的にまとめられた。同書には伝説的な妖怪、 神の類が数多くまとめられており、怪獣も妖怪の類を指す単語であった。また、前寛大の文章家、柴助勇の詩にも、怪獣の子がある。日本の場合は、安倍政信が1843年に編纂した、駿河国風土春国雑誌の巻第24下に、初集の怪異の章の中に、非非の項目があり、 この怪獣は常に目一のをよしみて暗らいりという説明文に怪獣という単語が使われている。まとまき第25に怪獣という項目があり、ウド軍ソロク村の山中で村人に捕らえられた翼を持った猿のような動物についての記載がある。1954年にはゴジラが公開された。ゴジラのヒットは日本においては怪獣映画というジャンル自体に成長し、 その中で様々な怪獣が創造された。今日の日本ではこれら怪獣映画などのフィクション作品に登場する巨大な生物を指す場合が多い。キングコングリドザウルスゴジラ今怪獣には怪獣というように出生や能力などから代名詞が付けられる場合がある。地中から現れる怪獣。新発見された洞窟から現れるものもこれに含まれる。地中を掘り進む能力に優れ。 胴体も獅子も太いものが多い。代表的なものは、フランケンシュタイン単一低怪獣のバラゴン、ウルトラマンのテレスドン、マグラーなど、海中から現れるもの。海中を生活圏とするものは、深海怪獣とも言う。ガメラ対深海怪獣ジグラのジグラや、ウルトラマンのグビラなど、カニやタコ、魚などの水生生物の形態に近いものが多く、東方のゴジラや、 ファイヤーマンの怪獣のように恐竜型のものは海底怪獣としての属性に研究されることは少ない。戦士時代の地球に生息していた怪獣や恐竜などの古生物の生き残りが怪獣化したもの、原始怪獣とも言う。現在まで地底や氷の中で眠っていたものが人為的な要因などで蘇生し暴れ回るものが多く、ウルトラマンのゴモラやウルトラ Q のゴメスなどが 代表的。出自上、ゴジラやラドン、アンギラスなども含まれる。地球外から来襲するもの。ガメラ対宇宙怪獣バイラスのバイラスや、ウルトラマンのベムラーなど。また、ウルトラセブンの登場怪獣のように、高度な知性を持つ宇宙人に侵略兵器として刺激されるものも多い。なお、東方のキングギドラは桁外れに強大であるため、しばしば、 宇宙超怪獣などと呼ばれる。ゼットンやガイガンなど一部の宇宙怪獣は宇宙恐竜という種族に分類される。冷凍する能力を表したもの。ウルトラ級のペギラや大怪獣血統ガメラ対バルゴンのバルゴン。テレビドラマ版ジャイアントロボのアイスラーなど。ただし必ずしも寒冷地に生息しているとは限らず、バルゴンなどはニューギニアのジャングルが生息地と設定されている。 昆虫のような怪獣の総称。モスラやメガロ、ウルトラマンのアントラーのようにもともとその姿であるもののほかカマキラスや帰ってきたウルトラマンのノコギリンのように放射能、兵器などのエネルギーや工業排水の影響で突然変異したものも含まれる。植物形態の怪獣の総称。ウルトラマンのスフランやウルトラ級のジュランなどが挙げられる。なお、 後日の人工怪獣に挙げられる実験や研究の中で人間によって生み出された怪獣は含まない。メカゴジラやウルトラセブンのキング・ジョーなどに代表される巨大ロボットの総称。生物を模した形態であることが多い。ロボット怪獣と異なり、動物実験やキメラ研究の中で人間によって生み出された怪獣の総称。ウルトラマンのジラースヤガバドン、ゴジラ VS。 ビオランテのビオランテなどが挙げられる。怪獣退治には昔ながらの展開があり、特に大まかなものは以下の通り。出現した怪獣を撃退するため、自衛隊や防衛組織に防衛出動要請が発せられ、現場へ到着。怪獣へ攻撃を開始するが、戦車や戦闘機等を用いた射撃、爆撃の効果がなく、逆に撃墜、撃破される。 そこで、対策本部が立てられ、本格的な対策を練り直す。その対策により一度は怪獣にダメージを与えるが、いまいち歩み及ばず敗退する。その後、画期的な発明や何らかの起点により、怪獣を追い込んで、制圧及び封印することに成功。また、ヒーローが登場する作品では防衛組織が持ちこたえている間に駆けつけるか、または、 そこの隊員が変身する流れもある。ありがとうございます。